シチリアのセジェスタにある、ドーリア式神殿。三段のクレピドーマになっていて、その最上段が、スタイロベートである。ニームにある古代ローマのメゾンカレ。ローマ建築のスタイロベートのレースタイロベート、または、スチューロバテースは、ギリシア建築において、階段状の基段であるクレピドーマの最上段を意味し、それが、神殿の床面となり、その上に円柱を立てたコロネードを形成する。 神殿の基段は地面を鳴らし平らな層状に石を積んで形成された。スタイロベートは基段の最上段を指し、その下の段はステレオベートと呼ぶ。また、スタイロベートが基段全体を指すこともある。スタイロベートの大きさは神殿の他の部分の寸法と密接に関連する。ギリシアの道理屋式神殿では、スタイロベートの長さと幅の比率が決まっており、初期の道理屋式神殿では、 円柱の高さは、スタイロベートの幅の3分の1と決まっていた。古代ローマでは、コリント式オーダーで異なる解釈を採用し、ポルチコ前の階段以外では基段を階段状にせず、より高いスタイロベートを採用した。ありがとうございます。